ははいいいいどうももこんにちはのあゆですす本日も数学の話題を提供していきたいと思います、えー、今日の題材は指数方程式ということで、えー、2+ ルート3の x 乗イコール2スルート3の2025乗という方程式を解けというものですね。指数方程式って言った時には普通高校2年生でやる指数対数の中の方程式ですね。まあこれもログを使って書き表すことはできますけどまあ 実はそのログを簡単にできて整数値で答えが出てきます。もちろんそのログで書き表しただけだとダメですね。まあちゃんと対数法則を使って計算をしないといけないってことですね。まあ、これ高校入試にあるかもというのは実数 A に対して0乗したら1というふうに定めるこのルールを教えてあげるだけでこの問題解けるということです。えっ、ー、と中学の時には A の0乗が1というルールは基本的に出てこないと思うんですけど。 まあこれ 0, でない時です、ね、0の時には特に1である必要はないので、まあ、こう強制的に1みたいなのは出てこないんですけど、まあ、基本的に実数 a で0以外の実数 a に対しては a の x 乗が1であるということと,、えー、と x が0ということは同値になりますね。0乗が1っていうことですけど、まあ、この同値性によってこの方程式が解けるようになるわけです。まあ、これが まあルールとして、えーまあ、教えてあげれば、えー、とこの問題をしっかりと解くことができます、えー、0の0乗というのはまあ,あの深い議論がね、えー、と必要なので、まあ、ここでは避けておきます気になったら0の0乗でググってみてくださいはいたル、えート3の2プラスルート3の x 乗イコール2マイナスルート3の 二千二十五乗という形ですけど、二プラスルート三の二千二十五乗をかけていきます。ここのここプラスにしたものですね、えー。を両辺にかけます。だから2、二に足すルート三の二千二十五乗をかけると。 えっとそうするとここは定が同じなのでまとめることができますね。だから二プラスルート三の二千二十五乗を足す x 乗っていうふうになります。でこっちは二千二十五の方が統一されているので、えっ、ー、と a b の n 乗は a の n 乗 b の n 乗の形なので、まあ、それで、えー、先に二足すスルート三と二マイナスルート三を掛け算してから二千五二十五乗したものと同じなんですね。 こういうふういふにまとめてあげます、まあ、ここがポイントなんですけどねで、えっと、このカッコの中計算すると1になっちゃいますここですね計算すると1になっちゃって1の2025乗でこれは計算して1ですよねということは、えっと、これ乗してこれ乗して1になるってことはこの四角の部分が0ということと同時なんでそれ以外にはないので まあここの同値性しっかりとね中学生で把握できる人って少ないかもしれないですそもそも同値という概念が中学生ないからですね。まあ x 乗して1だったら、えー、と a が0でないという前提で x 乗して1だっていうことと x が0っていうことは同値なのでしたがって 2025+x が0ということと同値になってしたがって x イコール −2025。20 まああのー、全然そうですね大学入試問題を今まで見てこられた方に関してはあの何でもない問題だと思うんですけど、まあ、中学生にね、えーっとまあ、楽しんでもらいたいなというふうに思います。 えー、高校入試に出るあるかもって書きましたけどね、まあ、まずないと思うんですけど、まあ、こういうような、ねえー、ことにも関心持って高校数学ね臨んでいかれると、えーまあ、学習がね、えー、面白くなるかなというふうに思いますはい最後に、えー、とログを使って解いてみましょう、えー、ログの2たする3という手を取ってね、えー、この式を書いてみます、X、イコールログの 2 2-√3 2025 √3 の2 3の20 25帳ですね。で、2025は指数の部分なのでここは前に下ろします。従って 2025× ログの 2+ ルート3の括弧2スルート3ですねでここの値はこれとこれかけ算したら1なんですよね。 二プラスルート三と二マイナスルート三をかけて、四引く三で一なので2。二マイナスルート三っていうのは2、二たすルート三分の一なんです。つまり、この値はマイナス一ってことです。したがって、マイナス二千二十五になるってことが。ログの計算からもわかりますね。はい、というわけで、えっと、今回は指数方程式でした。